国民は国際平和を誠実に尽くし、国権の発動たる憲法と武力による威嚇または武力の行使は永遠にこれを放棄する。連邦の目的を達するため、肉体軍事その他の戦力はこれを保持しない。陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。所管は何とか言ってるうちに、ツッツワッツッツワ、北海道の自衛隊は岩国に行っちゃって、ツッツワッツッツワ、爆弾とは嫌よ、怖いから、安全基地の様はにね。毎度お騒ぎしております。こちら、復興支援の自衛隊屋でございます。お宅でご不要になりました。列車以外や次第、アメリカ兵が自宅で以外の安全なものを後始末をお伝えします。今なら、おいしいおいしい水と交換いたしますよ。都会が何とか言ってるうちに、ずっちゅわ、ずっちゅわ、これからはダメよ、怖いから、早く日本に帰ってもいいぜ。それでは日本国憲法第9条、北海道弁でやるとこうなるというのをご紹介したいと思います。あなたよりは無理な、負けないと思うけどね。私方日本の国民はみんなして東しく暮らせる平和な世界だったら、はい、あ、いいと思ってたわ。あんたら戦争ばっかりやってたらさ、姉妹になんまら憎めることになって、意外と悩んだんでさ。だから軍隊やらミサイルやら爆弾やら、なんも持たないことに決めたんだわ。何とか戦争者たちが反抗しても、ちゃんと学生とかやめれって、日本国民は絶対に認めないほうがいいっしょ。分かった？そういうわけで、もう戦争には厳重に、直近変わるからね、分かったかい？日本国民は、国際平和を誠実に支持し、国権の発動者に戦争と、武力による威嚇または武力の行使は永遠にこれを放棄する。健康の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。陸海空軍その他の戦力はこれを
というわけで、聞いたことありますか？この曲について。聞いたことあります？ツイート。あ、じゃあ来た。